こんにちは、真田孔明です。今日はね、新しく竜王ガチャ始まりましたんで、こちらの方やっていきたいと思います。で、なんといっても今回の目玉は竜王装備の中のうち竜王の杖ですよね。単体超特大威力のドルモア、あとは、攻撃魔力の数値がトップクラスってことと、魔法使い現状最強クラスの杖なんで、こちらはやっぱりですね、何としても手に入れたいなっていうふうに思うわけなんですよね。なんで10連かける10回100連を予算にですね、やっていきたいなと思います。まあ、今回は何といってもこの竜王の杖しか僕は欲しくないんで、まあ、これが出てくれれば勝ち、出なければ負けっていう形になるんですけどね。まあ、ロトの装備の時にはロトの剣が何本も出て、まあ、合計8本出たのかな。なんで今回もたくさん出てくれればいいなっていうふうに思うんですけどね。で、まあ、全然出ないですね、本当にね、やっても。で、あとはこの竜王の杖はあのベギラゴンをね、全体攻撃呪文のベギラゴンがレベル20で取得できるんで、まあ、ここらの方も連携がね、いろいろ面白いなっていうふうに思うんですよね。まあ、といっても今回ね、全然出ないんですよ、こういう形で。ちょっと早送りしちゃいますね、ここら辺は。全然出ないんで。もう10連かける5回。50連やっても全く出ませんでした、竜王系のやつがね。いやー、非常に悲しいですよ、こういう時は。で、ここで大人の力を使って課金しました。はい。まあ、いくら課金したのか想像ね、いただけると思うんですけれども。で、そういう中でですね、早速この課金をした後なんですけれども、さあどうなるか。もう今回は本当竜王の杖一択、もうこれしか欲しくないんでね。いやー、これマレーシアジョホールバルだともうドラクエウォークしか楽しみがないんで、空いた時間を使ってチビチビやってるわけですけどね。この竜王の杖があるかどうかでやっぱりモチベーション変わってくるんでね。で、そういう風な形でようやくこの60連目で来たーって感じですよね。竜王の杖出ました、ようやく。ようやく出ましたよ、これは。ということで、もう今回の場合は10連かける10回、この中でね、竜王の杖が1本でも出れば勝ちだなっていう風に思ってたんで、まあ、実際はここで終わってもいいんですけど、やっぱり人間欲が出ますからね。どうせだったら竜王のね、この装備系の方、これも竜王の兜、あとは竜王のローブの上下、これがあるんで、まあ、竜王のこの装備があるとさらに竜王の杖のね、力が活かせるんじゃないかなっていうふうに思いますんでね。ちょっと欲をかいてあと40連だけ回してみたいと思います。はい、これ来そうでいて来ないっていう。で、こっから先はですね、全然出ないんで、またちょっと早送りしちゃおうかな。はい、早送りしちゃいますね。はい、全然出ないですよ、これ。ロートの時はね、結構やっぱり剣中心にポコポコ兜以外のやつはね、出たんですよ。ロトの兜以外のやつは、ロトの鎧のやつも、ロトの盾も。なんですけど、今回は装備系が全く出ないですよね、こうやって。全然出ない。いやー。かといって今回もう、竜王の杖以外は逆に言うと欲しくないんで、あんまりこのね、深淵なる領域まで大人の力を使うっていうのはね、必要ないかなって思ってたんでね。今回の10連かける10回で100連でね、とどめておこうと思うわけですね。はい。いやー、本当にね、これね、出ないと悲しいんですよね。大人の力を使っても。で、YouTuber とかだとね、まあすごい何百連とかしたりとかする人いるんですけど、あれだとちょっと現実味がないんでね、僕別にこのドラクエウォークのこの、ね、YouTuber としての活動がね、本業ではないんで、まあという中で出ました、10連かける10回の最後の一投がね、
なんとこの竜王の杖だったんで、まあ、この竜王の杖ね、後々必要とあればこの2本、作成してねやっていきたいと思うんですけどね。いや、竜王の兜とかね、竜王のローブの上、あとは竜王のローブ下、まあ、これも全種揃えようかなっていうふうに魔が差しそうにもなったんですけど、ここはちょっと我慢しましたね。はい。で、実際にこれはもう、パワーアップさせた後なんですけれども、竜王の杖使ってみます。まずはレギュラー、こちらかな、ドン、まあこんなもんでしょうかね。うん、マヒャドかレギュラコンかって言ったらマヒャドの方が強い感じですけど、まあ、今回のこの竜王の杖の場合は別にこのレギュラコン単体じゃないですよね。レギュラドンで全体攻撃をしつつも、さらにはドルモアで極大単体魔法とかね、両方を楽しむことができると。これレベル上がったらですね、ちょっと僧侶をね、魔法使いに転職させたんですよ。そう、マヒャドを撃つね、アイテムとこの竜王の杖、この両方でやっていこうと思うと、ゴシックパラソルですね、あれはね、ゴシックパラソルとこの竜王の杖両方でやっていこうと思うんで、で次は、ドルモア撃ってみたいと思います。さあ、でもこれからのステージはドーン346。なんか微妙って言えば微妙ですよね。これだったら全員ロトの剣を装備させてギガスラッシュを連発させた方が強いかなとは思うんですけど、まあ一応これ竜王の杖ね、このドラクエファンにとっては非常に魅力的なものなんで、まあ、何かの時に使えるかなと思うんでね、一応竜王の杖は入手しておきました。